こんばんは、ロビーラウンジへようこそ。ロビーです。東京は新宿区にやってきました。新宿区というよりも新宿ですね。もう人が多いこと本当に、まあね、そんな都会のねこう喧騒を離れて本を読みながらゆっくりしたい時におすすめな宿に今日泊まります。それがこちらブック&ベッド新宿でございます。いやー行きたかった。結構ね去年の5月ぐらいにねできたのかな。で知っててなかなかね行きたいけど、ね、機会がなかったんですよね。で今回も渋ったんですよ。なんでかっていうとちょっと高いなって思ったんですよね。最初に言っちゃいます。今回の1泊の料金こちらちょっと高い。さすが新宿っていう人気エリアだけあって、 JR 新宿から徒歩7分ぐらいかな。でも JR の、あ、 JR じゃない、西武新宿駅からはもう結構近いんだよね。徒歩 1,2 分ぐらいですね。ということで行ってきましょう。早速バンクベッド内紹介していきましょう。ここにセキュリティボックスがあります。ここが置けるものが置けるスペースになってますね。ここにちょっと説明書きがおしゃれな感じで書いてあって、コンセント2つで、いつもの明るさ調整できるやつです。で枕はまだカバーがしてませんね。これは枕カバー、シーツ1枚シーツ2枚、だからシーツもまだ引いてないって感じですね。ガーがここに1つともう1つ、天井は天井は約、まあ、ちょ幅が24、60、80、100、やっぱり約 1m ですね。うん、標準的なバンクベッドサイズです。と以上バンクベッド紹介でした。本当はねちゃんと明るいから大丈夫だよちょっとカメラの場合でここがパーごめんなさいね。はい、それではさて、シャワールームにやってきました。シャワールーム、トイレ、洗面台のあるところのさ、扉がなんかおしゃれなんだよね。やたら鏡がありますと。で、シャワールームでございます。でね、広いんですよ。なんと浴槽があります。使っていいのかなっていう、ちょっとねあるよね、そういうの使っていいのかな。で、ここだけなんですよ。3、4台ぐらいシャワーがあるうちのここだけ浴槽があって、使おうかな、どうかしら、やめとこう。
もしこの動画が参考になったり楽しかったという方はグッドボタン、それから SNS でシェアの方もぜひ。それではまた。Thank you.